一種金とは、江戸時代に流通した金貨の一種である。一種版、または発行が分政期のみであったことから分政一種版、あるいはその形状から書く一種金ともいう。分政一種版形状は、正方形。表面には、53の切り文と下部に一種の文字が刻印されている。裏面には、密字の署名が刻印されている。額面は一種。 その貨幣価値は、1、16両、また1、4分に相当する。2種金、2分金とともに、小番、1分半に対し1両あたりの岩有金量が、低く抑えられ、補助貨幣的に用いられた。江戸幕府の発行した一種という額面の貨幣としては、最初のものである。世界的に見ても、金貨としては最も品位の悪いものであった。 他の小判及び分金同様に製造時に表面の銀を溶解する色上げ操作が行われていたが流通による摩耗からすぐに銀色の地金が姿を現しさらに火災に遭うと個体拡散のためか銀化同然の光沢となったというまた通常小判及び分金は製造過程で1枚ずつ厳密な両目の検査が行われるがこの一種板に関しては 五両内四十両一括で両目の検査が行われるという始末であった。文政七年五月から鋳造が始まり、同年七月二日より初めて発行されたが、金純度も低く偽金貨のような色を停止はれやすいもので、その上、小さくて扱いづらく紛失しやすいこともあり、不評であった。天保三年に鋳造終了、天保十一年九月末には通用停止となった。 それ以降、一種という学面の貨幣は一種銀にとって変わられることになる。ありがとうございます。